ゴールドシルバーはでもまあ強いですよね、非常にね。あの破壊耐性がありますから、実質あの破壊されるとゴルあのガジェット出せますから、デッキから強い、非常に。さあ鉄砲玉来た、多分秋吉さんもなんかやりたい動きできなかったでしょ多分。モンスターを通常召喚。さあセーブベル、セーブベルレベルコピー、やっばやっばやばいこと起きた、やばいこと起きた、オブリスク死ぬ強よ、紹介してみる、これね、レベル同じだったら何でもしますから神をレベルコピーすると神を出せるっていうね、もちろんオブリスクも出せますし、オシレーションも出せますよ。ちなみにラーは出せません、なんか知んないですけど、なんかラーは出せません、なんでか知らん、ウォーだからかな。さあカード置きます、セットただこのセーブベルさん、これボアじゃんだよな。レベルコピーが生きてればね、やばかったんですよね、セーブベル。多分レベルコピーが生きてればマジで何でも出したんで、っていうだからめっちゃくちゃ強かったと思います。これ竜王卿はティアワンなので規制対象かと耳巻きを規制、やば強っ強っ、何このデッキ天才なんだけど。ゲットライル、ゲットライドの効果によって強化 CM 化ヘビーアーマーはカセラティキャノンを見つけることができる。そしたらさ、これさ、相手さ、オシレスさ、サテラティキャノン突破できないんじゃね、キッショキッショ、このカードピカイヤ来た、ピカイヤ効果、ピカイヤ効果でピカイヤってなんだっけ、あーバーディスマスでツードローか、なるほどハハ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 、大パやろこんな。おしりすー。どちりすー。お、強そう。暗黒騎士ガイアロード。なるほど。ガイアロードは相手のモンスター、いる場合特殊感できる、サイバードロンですね。はい。で一旦一度特殊感、相手のモンスター特殊化されると打点が大ガッツすると。ターン終了。あ強い。はいはい。さあ強い。シンプルにガイアロードは強い。さあ結集発動、あこれ戦士だからなるほど。さあドロドウォリアを特殊召喚、ほうガガガの影に埋もれたドロド君じゃないですか。そうね、今環境ではドロドバスター召喚、ドロドバスター召喚成功時効果、墓地のはドロドを特殊召喚ウォリアー、なるほど66か。あのねー、オノマト強すぎてマジで環境トップすぎるらしいですからね、未だにオノマト最強すぎるらしいですよ。一体 KCGT はオノマト環境オノマト対決になってしまうんでしょうかね。さあガイアロードで打点がアップするが、ソードブレイカーの効果によって、シンプルに戦士族対戦士族最強マシンになった、対戦士族決戦兵器、人型汎用決戦兵器ソードブレイカー。さあいずれの結集効果、一足の結集の効果によってさらにこれが DDM ドゥやべえの来たやっべーの来たー、はいやばいの来ました、召喚ムービーをどうぞうわいきました、ゴッドオーガス。ゴッドオーガスは1ターンに1度サイコロを3個振ってその目の数によって効果が変わる。66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 
強すぎー、強すぎー。あ、これスキル、これ
界中に発動できドット岡と追加される。自分がドット岡と紹介とご紹介したら日常系コーター次に自分に1回目の最高はロックが出る。え、1回目だけじゃん。あいつシンプルにロックロックロック出してんだけど、犯罪者では。え、1回目のサイコロってどういうこと。全部ってこと。え、これ1個だけだよね。これ全部ロックってことある。え、自力出したじゃんこれ絶対。天才なんだけど。やば、ギャンブラーすぎ。城の内かよ、天才かよ。あいつジャッジ、ジャッジ、こいつ4、5歳使ってます。ジャッジ、ジャッジジャッジあ、ちょっと先行がよかった。このデッキ先行できたんだ。先行がよかった。悪くない。よし、悪くはないぞ、悪くはない。ちょ、殴ってもらっていいですか、早く。ちょ、セットやめてもらっていいですか。ちょ、殴れや、はよはよ殴れ。お、最強モンスター来たさ、最強モンスター来たぞ。最強モンスターかもしれねえ。俺はフィールド上のモンスター痛いを理由し、アドバンス召喚、強心中の効果発動。強心中の効果によって俺は最強のモンスターを手札に加えるぜ。よし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 、今よし、分からせて差し上げよう。バトル行け。アレテートインセクトレベル5、行け。ピョ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 。誰やねんお前。フェデライザー、あ、フェデライザーか。戦闘で破壊されるとデュアルモンスター1体を墓地の食って、デッキから1枚カードどうでいうカード。お、なるほど。灼熱王パイロンやばいモンスターやばいやばいモンスターめぐれたぞ。アイスタッシュかなんかめちゃくちゃ強かったぞ。なんかなんだっけ、デュアルしたら、デュアルされた状態だと1ターン一度メインフェーズ時に発動、相手ライフに1000ポイントダメージ。強すぎる強すぎる、やばい、俺のライフが焼かれてしまう。ワイドライフが焼かれてしまう。ネクロフュージョン、なんでそのネクロフュージョンっていうカード、やめてくれ。何が出てくるんだ。でもこれ、このターンではあれだ、攻撃できんはずだ。ボムフェネックス、やばいやばい、やつはなんかカードの数かける150ポイントのダメージを与えられるカード。自分のメインフェーズ時にフィールド上のカードの数かける150ポイントのダメージを与えられるカード。強すぎる、やばい。シュル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 、いったいって、いった。えパイロン、焼かれる焼かれる焼かれる、やばいやばい、シュル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 、やばいやばい、シュルシュルシュル、ちょマジでシュル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 、やばいやばい、シュルシュル、やばいやばい、1650、やばいやばい、焼かれてしまう俺のライフが。助けてくれ助けてくれ助けてくれ、ターン終了。いいんだな、ターンを終了しても。俺のターン、ドロー。俺はアルティメットインセクトレベル5の効果を発動。アルティメットインセクトレベル5はスタンバイフェーズ時進化することができるぜ。現れろアルティメットインセクトレベル7。ドド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 ハウリングインセクト判定召喚。さらに俺は一族の結集の効果を発動。俺は昆虫族モンスター一体のもう選択肢、そのモンスターと同じ一族のモンスターを特殊召喚できるぜ。現れろ、よーく見ておけ、これが最強デッキだ行けセクトクイーン様だ。うおー、そしてフィールド上には昆虫族モンスターが3体、スキル発動ドクリップ、ピョ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 、いくぜバトルだ、行け、アルティメットインセクトレベル7くらえよし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 いやインセクトクイーン様の攻撃、待って、これ順番あるな、攻撃する順番、これでいいか、とりあえずこいつはこれなんか、おらーおらー、いよいよ追い詰められたな。
このモンスターで攻撃したんでリリースのさ、これしかいいか。リリースしたんだ。よし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 。残りない100だ。よし、ホープホープレイされなかったら勝てる。ホープホープにだけやめてマジで。ちょっとホープホープにだけやめてください。お願いします。やばい。セーブとの道。やばい。ぼち。ああ。また出てくる。やばい、助けてくれ。やばい、助けてくれ。助けてくれ。シンプルにこれなくなってほしいね。痛い痛い痛い。いってー。痛えよ。痛えよ。